さあ本日参いましょう、ミスター武士道の戦国噺、小学生でもわかる日本史、平安時代編泣く用具椅子、平安京、ピョピョ <music> はい。平安時代行きましょう。ね。泣くようグイスね、覚えた方も多いと思います。まあ、794年からですね、えー、始まるという感じでございます。今回、えー、お話しする、まあ、平安時代の、まあ、前半っていうイメージでやるんですけども、天皇がですね、非常にあの、かっこいいんですよね。みんなね、関武天皇とかね、佐賀天皇とかね、宇田とかね、えー、いろいろかっこいいんですね。大五とかね。なんで、ちょっと覚えやすいかなというふうに思います。はい。寒武天皇から、それでは行きましょう。第50代目の天皇ですね。 いやー日本のね、日本のもう創生からね、やってますけどね。あ、50代目まで行ったか、というね、感じがしてますね。はい。この幹部天皇はですね、主にやった2代、2つの授業があるんですけど、それは都づくりね、新しい都を作ろう。すなわち平安京を作ろうっていうのと、あともう一回バトルですね。バキバキの戦争をやってやるぜっていうね、バトルでございます。はい。なんでこんなことになったのかと言いますと。 一つ前のね、話にちょっと戻ります。奈良時代。ね奈良時代大変でしたよね。本当に大変な時代でした。もういろんなことがありました。病気はあるわ、戦はあるわ、米は全然取れねえわ。で、権力争いあるわ、もうダメだ、みたいなね。えー、めちゃくちゃな時代でした。その時に、えー、聖武天皇がやったのはね、大仏を作ってですね、えー、仏パワーあるね。えー、みんなで仏仏教を山って、世の中を良くしてこう、平和にしよう、みたいなことを考えたわけですね。その結果、どうなったかっていうと、まあ、仏教はちょっと力を持ちすぎて、お坊さんが対頭してくると。 そして、道教みたいなね、女の子の天皇と仲良くなって、えー、お坊さんでありながら、俺天皇になったのか、みたいな、調子に乗っちゃうね、えー、坊主が出てきたりとかしちゃうということで、ちょっと仏教のパワー強くなりすぎてるな、っていう風に噛むてんのは思ったわけですね。そこで、えー、一回ちょっとね、えー、仏教と、ね、え、政治を一回話そうぜ、なんか仏教も政治もごちゃ混ぜにするのね、良くないんじゃないか、ということですね。その、 仏教から離れるっていうために、平安京に先頭、都を移したわけですよね。はい。だから奈良にはね、大仏とかもあって、江福寺、東大寺、いろんなお寺もあって、仏教パワーすごいっていう国だったんで、そっから行け、どこということで、今で言う京都ですね。山城の国の平安京に都を移す。というところが始まるわけですね。はい。そうやって見るとあ、奈良時代から平安時代の移り変わりっていうのはよくわかりますよね。理由がわかるとね、すっきりしますよね。なるほどと。仏教からちょっと距離を置きたいから京都にね、奈良から京都へ移動したんだというわけでございます。はい。で、ちなみにですね、当時、その京都の あたりはですね山城の国というふうに呼ばれていました。山城の国っていうのは山の背中というふうに書いてたんですね。その昔まではね。はい。でもですね、えー、戦国時代好きな方はね、みんなご,ご存知だと思うんですけど、山のお城と書いて山城というふうに呼んでますよね。はい。京都の旧国名、山城です。はい。 なんでこのね、山の背中っていう文字が山のお城っていう字になったかと言いますと、最初はですね、その、飛鳥時代とか、えそれから奈良時代も大体まあ、奈良のね、山との国、都があったわけですよね。はい、だからそこが中心だったわけですね。世の中の中心。そっから見て、京都っていうのは山の向こう側にあるわけですよ。山の背中側にあるから、あ、山、山の後ろ。 山後ろの国、山城の国だったんですよね。はい。でも、平安京に都が移って、これからここで、ここをメインの土地にしてやってこうってなったことによって、もうなんか後ろっていう言い方良くないよね。山の後ろとかじゃないよね。でもまあ、もうみんな山城、山城って呼んじゃってるから、じゃあ、この背中の後ろっていう字を、 お城の城にして山城の国にしようぜっていう風にやって山城になったと。ね面白いですよね。だから土地の名前のね、付け方とかってやっぱちゃんとそういう理由があるわけですよね。そういうのをこうね、研究していくともしかしたらめちゃくちゃね、面白いかもしれませんね。あ、なるほど。こういう地形でこういう土地の名前が付いてるんだみたいなね。ちゃんと理由がある。どんなものにも理由がある。その理由を見ていくのが、まあ歴史の面白いところの一つでもありますね。はい。そしてですね、都づくりはね、そ平安京を作ろうということでやりました。で、バトルの方ですよね。はい。みんな大好きバトル来ましたよ。このバトルではですね、何をしたかと言いますと、聖異大将軍というものを作り出します。 はい。聖衣大将軍。もう、ね、戦国時代好きな方はね、もうみんなわかりますよね。あの、徳川家康がね、ついた聖衣大将軍。で、その徳川家康の前は、足利幕府のね、足利義弦とかね、足利義明とか聖衣大将軍だったわけです。ございますけども、その一番最初、初代聖衣大将軍が生まれたのが、この関武天皇の平安時代の最初でございます。はい。坂の上の田村丸。ね、なこの名前なんとなく覚えてるよって人もいるかもしれませんけども、この人がね、初代の大将軍ですね。坂の上の田村丸。はい。この人が一体何と戦ったのかと言いますと、戦った相手はですね、 えみしでございます。はい。東北地方。ね、これはまあ、えみしっていう言葉はね、前々からちょくちょく出てきてますけど、東北地方の人たちっていうのは、で日本の国とはちょっと、また、文化とかもね、違って、俺らは俺らでやっていきたいんだっていうね、えー、感じだったわけですよね。えみしの人たちっていうのは。それで、えー、今までも何回もこう、何回も戦ってですね、もうちょっとえみし言うこと聞きたいみたいなことをやってたんですけども、ここでまたですね、えみしたちが立ち上がるわけですね。漢武天皇とか知らんで、天皇とか知らんみたいなね。俺らは俺らで、えみしはえみしで行くよみたいなことで立ち上がるわけですね。その リーダーがですね、アテルイというね、人物、かっこいいですよね。アテルイというね、英雄が現れるんですよね。そのエミシの人たちを、え、引いてですね、俺について来いって言ってね。俺はこのエミシを独立させてやるって,ってね。あんな、なんだヤマトだか、日本だか知らんがあんな奴らに負けるかって言ってね、えー、声を上げたのがアテルイでございます。はい。そのアテルイを倒すぞ。そのエミシを倒すぞっていうとこ,ところで作られたのが、征夷大将軍。征服する、このイという字はね、このエミシのね、この、 死の字ですよね。はい。なので、えー、征服する、えみを征服するための大将軍。それが正意大将軍でございます。はい。それがね、えー、もう、えみが亡くなった後もずっと正意大将軍っていう名前だけが残り続けてるから、江戸幕府になっても正意大将軍っていうね、名前が使われてたという、まあ、それだけの話でございます。はい。ここのね、戦いもね、非常に面白いんですよね。この坂の上の田村丸もね、その大将軍に選ばれるぐらいですから、非常にセンスがあったんでしょうね。戦いが上手かったと。戦いが上手い大将軍の田村丸と、このえみの人たちのね、みんなの気持ちを背に戦っていく アテルイという指導者。この二人がね、バチバチに争ってですね、え、最終的にアテルイは負けてしまうんですけども、この坂上の田村マはですね、そのアテルイの戦いっぷりを見てですね、いや、なんかエミシってね、なんか野蛮な民族だと勝手に思ってたわけですよね。全然よくわかんない人たちだからね、この日本の人たちからしたらね、えー、よくわかんないなんだよ、エミシって、みたいな思ってたけど、アテルイと戦ってね、いや、よくわかったと。なんかお前らもお前らでなんかちゃんとしてるなということで、で、アテルイすごい、お前は、 すごい将軍だと。ね。ただ野蛮な民族じゃなかったってことかよくわかった。戦ってね、やっぱりそういう拳で語り合うじゃないけど、ああ、なんかね、えー、そういう喧嘩して仲良くなるみたいなことあるじゃないですか。で、坂の,坂の上の田村丸は、アてるイを認めてですね、お前すごい奴だと。わかったと。ね。とりあえず倒して、お前を生け取りにしたけど、天皇にはね、神武天皇には、この当てる意は、ちゃんとした指導者でね、素晴らしい、ね、人物だから、あの命だけは助けてあげてほしいっていうことを、えー、神武天皇にまあ言ったと。はい。でもまあ結局、えー、神武天皇は、いやダメだっつってね。もう、 俺らに歯むかった奴は見せしめ殺さなあかんという。アテルイがどんだけすごい奴か知らないけどね。またそのアテルイ様、アテルイ様って言ってね、こうアテルイを持ち上げてですね、また戦が起こるかもしれないから、その火種は消さなきゃいけないということで、当てるイは処刑されてしまうというね、まあ、悲しい結末があるんですけども、まあ、この戦いもね、非常に面白くてですね、火炎という小説がね、古い小説なんですけども、ありまして、坂上の田村丸とアテルイの戦いが描かれてる。しかもこの MC 側視点で描かれてるらしくて、僕まだ読んだことないんですけど、いつかちょっとね、読んでみたいなと思いますね。だからちょっとね、こういうのもね、大河ドラマでしたね、 面白いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ちょっと時代が、まああんまり人気は出なさそうではあるんですけど、多分ね、面白いと思います。僕もちょっと読んでみますね。はい。さあ、そしてですね、こういう国づくり、都づくりとバトルね、敵対する勢力を倒していくってことを、えー、やっていたカ部テ度なんですけども、まあちょっと民衆のですね、不満はやっぱ出てくるわけなんですよね。 よしじゃあ、都作るぞって言ってね、どんどん建築しろーってね、どんどんいっぱい建物作れーってってやって、みんな一生懸命こう荷物運んでね、木とかね、石とか運んで、うわーってやるわけですね。大変だーって言ってね。で、しかもですね、戦争も起きるわけですよね。えみぶっ倒しゃこってね、みんな坂の上の田村丸についてけ行け行け行け,け,けって言われて、え、さっきまで城とか作ってたのに今度は戦すかみたいな感じでね、もうあっち行ってこっち行ってもめちゃめちゃ忙しくなるわけですね。だから民はめちゃめちゃ苦しんでしまうわけですね。そこで、この朝廷のね、寒武天皇に仕えた人たちが、いや、ちょっと寒武天皇と、ちょっとやりすぎかもしれないですねっ,てってね。 作れこれ作れって言って、今度は戦いけって。民かなり苦しんでます。 これちょっときついっすってね。えー、言ったんですね。それでなんかね、もうちょっとなんか今までのノリで考えると、そんなもん知るか、つってね。えー、いいから好きな時、もうやらせろみたいなね、こと言いそうな気もしますけど、まあ勘弁てのは、意外とちゃんとね、しっかりした人物なのかもしれませんね。はい、その話を聞いてですね、うん、確かに言われてみればちょっと無理言いすぎたかもしんない。ごめんっ、つってね。民のみんなごめんっ、つって。ちょっとじゃあ一回やめるわ、つってね。ガンガン征服するぞ、っていうね。戦しまくるのもちょっと一回やめるし、このね、平安京をパーフェクトな都作ろうと思ってたけど、ちょっと一回打ち切りしますわ、っ,ってですね。工事途中だったんだけど、全部やめちゃってですね、途中で。 とりあえず民、民のみんながちゃんとご飯食べて、しっかり平和にね、生活できるようにしようってことをやったんですよね。だから意外といい人だったのかもしれませんね。まあ、またまあ、そういうふうに民を苦しめすぎると、今度は税金が取れなくなっちゃう。ね、米とか取れなくなっちゃうから、それはそれ自分に返ってくるわけですから、やっぱり下の人間のこともね、考えなきゃいけないっていうことで、え、噛天皇はちょっとやめましたと。だから平安京って結構中途半端な状態になっちゃったらしくてね、その復元模型とか見ると、途中前しか作られてないみたいなね、感じになってるらしいです。はい。そしてですね、 ちょっと面白いのはですねえ、兵士の集め方ですよね。それまでは、えー一、一生懸命田んぼとか耕してね、米作ったりしてね、やってた人たちに、よし、じゃあこれから戦あるから、えー、出動みたいな感じで言ったわけですよ。えー、さっきまで米作ってたのに、こんな戦ですかみたいな、大変みたいななってたんですけど、それちょっとかわいそうだなっていうことで、えー、ニートをですね、あ,あ兵士にしようっていうね、考えるわけですね。これはちょっと面白いですね。はい。まあ、ニートって言ってもね、ちょ今のニートとはちょっとまた違うかもしれないんですけど、当時ってね、いたんですね。もうこの時点からニート、要は働かない人たちってね、いたんですよ。 え、どういうことこんな時代、一生懸命みんな働いてね、頑張ってそのイメージだけどって思うんですけども、いるんですよね。それは、裕福な貴族とかですね、お金持ちの家に生まれた、まあ、次男とか三男とか、そういう人たちですね。あの、家の仕事っていうのは長男がつくじゃないですか。だから長男は一生懸命仕事してるわけですよ。でも次男三男は別にやることないわけですよね。でも、家めっちゃ裕福だから、金はあると。 だから別に苦労しない。でも仕事ない。ああ、じゃあフラフラするか遊ぶかってね。おいみんななんかタコバしようぜみたいなね。タコバしたかどうかわかんないですけど、なんかパーティーしようぜとかね。えー、遊ぼうぜ蹴鞠しようぜみたいな感じでみんな遊んでた人たちはいたわけですよね。そういう奴はおいお前ら暇そうじゃねえかってね。お前ら兵士になれって言って、その兄人たちを徴兵してですね。兵士を作るってことをやったんですね。 そうしたことによって、ね、米とか作る人は米に、米を作ることに専念できるから、ああ助かったみたいになるわけですね。だから非常にまあ、いい政策なのかなというふうには思います。はい。それがこの関武ム天皇がやった、まあ、都づくりとバトルの話でございます。はい。そして、えー、次の天皇の話をいきましょう。第52代、佐賀天皇。というね、佐賀かっこいいですね。佐賀天皇の話に行きます。はい。まあ、50から52に飛びましたけども、まあ、51代のね、天皇もいるんですが、その人は、この佐賀天皇の兄ちゃんですね。はい。まあ、これ関ム天皇の子供なんですけど、二人兄弟がいて、 最初に兄ちゃんが51代目の天皇やってたんですけど、ちょっとしんどいと。 ちょっと天皇俺向いてないわ、っつね。やめるわ、っつね。弟よろしくっ、つって佐賀に任せですね。佐賀天皇に任せて、えー、引っ込んじゃったんですね。で、佐賀天皇がよし、じゃあ僕がこれからやりますよってやってたらですね、えー、兄ちゃんはですね、その、天皇の仕事辞めた後に、結構悠々自適な生活をね、送ってたんでしょうね。そしたら結構、気分的に良くなってきて、いや天皇の仕事しんどかったけどね、や辞めたら元気出てきた、みたいなね。環境変わるとね、なんかその、重圧から解放されたのかね、元気になるっていうパターンはもしかしたらよくあるかもしれませんけども、それで、あ、楽になったって、ね、っつね。やっぱり天皇やりたいって言い出すんですよね。おい、都合良すぎんだろ、つね。弟 いやいやいや、兄ちゃんと、と俺がもうやるんだから、もう家いい引っ込んでろって。いやでもやっぱ俺やりたいんだよって来てですね、そこで喧嘩になって、バチバチにバトルをした結果、えー、弟の佐賀の方が勝って、佐賀天皇が、52代目の天皇に、ね、なってるという状況でございます。はい。そこでですね、ナンバー2のね、人物、えー、出てきます。 藤原の冬継ぐという人物ですね。はい。もう藤原氏の人間ね、ちょくちょく出てきてますね。ちょっと同居のせいで、え、一回またね、亡くなっちゃいましたけどね。あの、藤原の仲間のがやられてから、えー、藤原氏はちょっと対等してませんでしたけど、ここに来てね、この、えー、佐賀天皇と、その兄貴とのバトルの時に佐賀天皇を助けたっていうことで、えー、藤原のね、冬、えー、継ぐ君ありがとうみたいな感じで、これからは君に何発やってくれみたいな感じになって、また頭角を荒らしてくるんですね。はい。この人は藤原ホッケと言われる、藤原の4人の兄弟いましたよね。あのうちの、えー、1人の子供です。藤原の ふささきの子供ですね。次男のふささき。この江崎久のね、ご先祖様って言ってた、あのふささきの、えー、子孫にあたる人物ですね。はい、ホッケ。そこの人間がですね、ナンバーツーになって、佐賀天皇と一緒に、えー、法律や役職を、まあ、アップデートしていくってことをね、やるわけですね。今までみたいにこう、新しい法律作ります、ドーンとかね、新しいルール作りましたとかじゃなくて、今ある法律の足りない部分を補っていく。あ、ここちょっと足りないからこういう仕事の役職を作ろうとかね、えー、こういう、えー、新しい仕事作ろうみたいなことをやっていくってことをやって、えー、国づくりを進めていきます。はい。 さあ、平安時代の最初ね、だいぶいい感じで進んでますね。奈良時代とかに比べるとね。奈良時代はね、ほんと最初から最後までもう荒れまくってましたけど、平安時代は結構、こういうね、ちょっと兄弟喧嘩もあったりしたけど、まあ、なんとか言ってるなという感じでございます。はい、そこでちょっとね、仏教を見てみましょうか、ね。奈良時代に非常に影響を与えていたあの仏教は、平安時代ではどうなっていったのかと言いますとですね、えだいぶ変化をしていきます。そこで現れたのが空海ですね。空海。非常にまあ、有名な名前ですよね。空海ってかで空海分かりやすいって感じなんですけど、この空海っていうのはね、その中国ですね、今でいう中国の�に行って、いろんなことを勉強 そしてそして帰ってきたんですね。はい。そこで、えー、俺ちょっと新しい、ちょっと仏教ちょっと新しい感じで、もうバージョン2やりますわ、みたいな感じで、えー、動き出したんですよね。それが、まあ、新言集なんですけども、まあ、これどういった内容かと言いますとですね、いわゆる、まあ、密教と呼ばれるものでして、密教というのるね、ちょっとピンとこないかもしれませんけども、密教って密っていうのはね、秘密、秘密の密なんですね。秘密の呪文とか、おまじないを唱える、ちょっと、あなんか、怪しい感じもしますけどね。えー、そういう要素を、えー、仏教にね、盛り込んだんですね、空海はね。どういうことなのかというと、 なんか秘密の呪文を唱えたり、なんかおまじないとかをすることによって良くなるよみたいな話なんですよね。はい。それまでの仏教っていうのは、なんかその、えー、拝んだりとかしてね。そしてなんか、なんかこう、とりあえずなんか世の中平和になってほしいみたいなね。なんかいい感じになってくださいみたいなね。病気とか起こんなかったらいいなみたいなね。平和だったらいいなみたいな。そういうレベルの話だったんですけど、よりですね、実際の利益を重視した内容になっていきます。はい。この秘密の呪文を唱えると、 あなたはお金持ちになれますよとかね。このおまじないをすれば、あなたはあの人と結ばれますよみたいなね。まあ今でもありますけどね。そういう、そうふわっとした、なんか平和になれみたいなね。世界平和とかじゃなくて、あの人と結ばれたいとかね。出世したい金持ちになりたい。そういうのを叶えるための、えー、おまじないだったりね。えー、呪文みたいなものを作り出すわけですね。はい。だから今でもね、そういうのありますよね。例えばそのスマートフォンのホーム画面をね、三輪さんにしとくと金融が上がりますみたいなね。まあそういうレベルの話で、そんなこと言ったらもしかしたら怒られるかもしれないけど、まあ、そういうことですよ。要はお マジな秘密でも誰にも教えちゃいけないよみたいなね。そういうのが密教です。はい。こうね、密教がですね。 貴族にバカ受けするわけですよね。それまではもうなんとなくね、平和、みたいなね。世の中が平和になりますようにっていうのだから、まあ、天皇とかが頑張ってその仏教仏教って言ってたわけなんですけど、いや、自分さえ良ければそれでいいっていうもんが基本的にね、人間ってそうじゃないですか。貴族なんかそうですよね。貴族なんかそうですよってあれですけど、全員が全員そうではないと思うけど、金持ちになりたいでおじゃるみたいなね。この朝廷の中に出世したいでおじゃるみたいな思ってる人たちが、え、そのおまじない唱えたら出世できんのとかね。え、あのめちゃめちゃ可愛い姫と結婚できるかも、みたいなことなったらですね、みんなやりだすわけですね。だ、誰にも教えないで、こうやってね、こういう字を書くんだよね。字を書 お札を貼っとけみたいなね。そういうのをやるわけですね。それでめちゃめちゃ貴族に受けてですね。流行ってですね。まあ、仏教の考え方っていうのはちょっと変わってくるということでございますね。はい、そして、えー、空海といえばセットでね。よく出てくるのは最澄ですね。空海と最澄みたいなね。よく出てきますけど、まあ、こう最長とね。まあ、空海ちょっとまあ全然違うんだけども、たまたま,ま同じぐらいの時期にその塔に行ってまあ、勉強してきてで帰ってきました。よっていう。まあお坊さんなんですけども、まあ、こう最長はですね。最初はそういう密教っぽいことをせずに天台宗というね宗教を開いてまあ、俺が勉強してきたことをみんなに教えるよ。みたいなことをやってたわけですね。はい、この人。 あの、非常に有名なあの、比叡山延暦寺ですよね。あの、織田信長にね、焼き打ちされたみたいなね、こともよく話できますけども。そのね、延暦寺の、一番最初の延暦寺を作った人が最長でございます。はい。最長は最初、天台宗ってのやってて、で、後にちょっとその密教がめっちゃ流行ってるから、ちょっと密教の要素もね、えー、プラスしていくみたいなことをやりました。はい。 で、その結果ですね、こういう人とかも出てくるんですよね。山にこもって修行しようぜっていうね、人たちも出てくるわけですね。なんか変な方向に行ってない大丈夫って感じもするんですけど、この、ね、秘密の自慢おまじないとかね、いうのをやってくるわけですよ。で、修行するといいみたいなね、話にもなってくるわけですね。誰にもこのことを教えずに、えー、一生懸命修行して、えー、おまじないをやり続けたら、えー、うまくいくみたいなね、えー、ちょっとよくわかんないんですけど、そういう考えとかもなってきて、山にこもって修行するっていう人とかも出てくるわけですね。それが、あの、まあ、天狗とかのね、これであるじゃないですか、修験道って言うんですけど、ああいう山にこもって修行して、これ密教の 修行したらなんか空が飛べるようになる。天狗みたいになれるとかね、えー、なんか魔法が使えるようになるみたいなね。ちょっとかなり、あの発想は飛んじゃってますけども、もまあ、そういう考えとかも出てきてまあ、元々ね。日本にあったその世の中は平和にしようよ。みたいなね、えー、みんなで幸せになろうよ。みたいな仏教からちょっと変わってきてるなという感じですよね。自分を高めるためのものになってきたなという感じでございます。はい、これがまあ仏教の平安時代の最初の頃に起きた仏教の変化でございました。はい、そしてですね。ここから藤原氏のお話になっていきます。 さあ、一方その頃、藤原家、ね、ナンバー2にまた帰り出たいのは藤原家なんですけども、藤原家でですね、えー、こんなことが起きています。とにかくライバルを蹴落とすね。藤原氏はですね、まあ昔からそうですよね。昔からというかもうずっとそうじゃないですか。とにかくなんかライバル蹴落としまくってるイメージがありますけど、ここでさらにですね、この藤原ホッケがですね、いやもうこれから完璧に俺たちに大事したいぜーってですね、えー、そういう政治に携わっている自分たちをライバルになるその人間を、もう、 徹底的に排除しまくるんですね。はい。そしてまあ、この人たちのやり方っていうのは基本的に陰湿ですね。はい。あの、藤原のえ四氏がですね、あの長屋王をね、自殺に追いかけた時もそうでしたけど、基本悪口を言います。ねえ、陰湿なんですよ。よっしゃ、戦うぜって刀を打ってね、俺は勝負じゃとかやるんじゃないですよ。いや、あいつさ、なんかやばいらしいよ、みたいな。なんかあいつ汚職してるらしいよ、とかねえ。不倫してるらしいよ、とかね。なんかやばいことやってるらしいよ、とか言って、噂を広めてですね、どんどん失脚させていくというね、陰湿なことをやっていくわけですね。はい。そしてやがて、この藤原北家はですね、どんどんライバルを政治と。 というのをね、ちょっと難しいんですけども、石棺政治ということをやり出します。石棺政治って何やねんっていうことなんですけど、要はですね、摂政と関白っていうポジションを藤原氏がやるよっていう、まあそういう話なんですよね。はい。摂政って何って言いますと、摂政っていうのは、 天皇とかが、まだちょっと子供だったりね。幼かったり若い、えー、人だったりとか、まあ、女の子だったりする時に、ちょっと政治あんま得意じゃないですっていうね。まだ9歳とかね、天皇でされても、なんかできないですってなるので、そういう時に助けてあげるのは摂政です。はい。ちっちゃい子とかね、えー、ちょっと政治ちょっと難しいですって言って女の子とかをバックアップして、いろいろやってあげますよっていうのが摂政です。はい。これは、あの、聖徳太子とかもね、摂政だったんだけど、それまでは、 そういう聖徳太子っていうのね。あの人も馬宿の王じゃないですか。あの人も皇族の宙を引いてるわけですよ。皇族の人間しか基本的にはなれなかったんだけど、いやもう藤原氏皇族の人間ではないけども、えぇ、ー、拙をやるってもいいよっていうことをしようぜっていうふうになって、えー、摂政をやり出します。そして、関白ですね。はい、関白っていうのは、その摂政っていうのは基本的にちっちゃいこの、ちっちゃい天皇がいるときに、 後ろからこう面倒見てあげるよっていうね、大人が見てあげるよみたいなのが摂政だったんだけど、関白っていうのはその天皇が大きくなった後も、いや、僕もあの一緒にやっていきましょうみたいな、ね。二人三脚でやりましょうみたいな感じで、天皇の相談役になったりね、いろいろお話聞いてあげたりとか、お世話してあげるっていう、まあ、すごいもう親密な関係ですね。それが関白でございます。はい。その摂政と関白を、えー、藤原氏がやってきます、ね。それで政治をまとめてきますっていうのが摂関政治でございます。はい。えー、藤原氏がライバルを経由とし摂関政治を始めました。そして、だいぶちょっと飛びますけども、 長いんでね、平安時代ね、全部やってるとなかなか終わりませんので、ちょっとだいぶカットします。はい。そして、えー、59代目、宇田天皇。ね、だいぶ飛びました。52から59飛びましたけど、宇田天皇のね、時代になります。そう、宇田天皇の時代になるとですね、えー、もう、藤原氏がすごい力を持ってるわけですね。もう石棺政治だってね、俺らに任せろってやってるわけですからで。そこでですね、結構ですね、その時の藤原氏がですね、この宇田天皇に対して、 意地悪をね、結構したらしいんですよね。はい。なんか、宇多天皇が、よし、じゃあこれからこういうことやります、みたいなね。俺、ちょっといいアイデア考えた、みたいなね。ちょっと見てみて、つってね。藤原氏に見せるとですね。その藤原氏がですね、え、ちょっと、天皇ちょっとこれ良くないんじゃないですかみたいな。これってさ、ちょっと違いますよね。上げ足取りみたいなことしだして、いや、これ直した方がいいっすよ、みたいな。めっちゃ言ってきたらしいんですよね。で、宇多天皇はもうムカついて、うぜーみたいな。藤原氏うぜーっつってね。なんかもう、やっぱり調子乗りますよね。ナンバーツーになるとね。調子乗りすぎちゃって、めちゃめちゃムカついちゃうんですよね。藤原氏うぜーなーって。そこで、宇多天皇が見出したのが、 学者なんですよね。もう学者なんですよ。天皇の親戚とかね。あの、藤原の夫人の子孫だとか、そういうこと関係なくて。学者として名高かった菅原道種という人物を登用します。学者でね、頭いいって聞いてるから、えー、すごい天才だったらしいので、菅原道種よとね、もうなんか藤原氏ムカつくんだよ、うるせえんだよだから、だからちょっとお前に任せたいってって、いろいろちょっと相談をするようになります。はい。で、そこで菅原、ね、道種はですね、こういうことをしてますね。剣頭詩の廃止っていうのをやってます。はい。剣頭詩。 唐に行って、唐はね、先進国だったわけですよ。日本より全然進んでるよっていうね、ハイテクノロジーな国だったでそこに行っていろいろ学んできたわけですよね。はい。で、で空海とか最長とかも唐に行って学んできて帰ってきましたみたいな、そういう人たちがいっぱいいたわけなんですけども、この菅原の道は、ね、非常に頭が良くてね、何でも知ってるわけですよね。だからちょっと唐がですね、 やばいんじゃないかということに気づいたわけですね。党がちょっと最近、あの、内乱とかが起きてて、あんま良くないぞと。これもう、党先の長くないっすね。もう、剣道士やめた方がいいですね。海渡って行くわけですから、大変でね、お金もかかるしね、命の心配もあるし、あんなもう、日なんか行ってもしょうがないですよ。やめましょう。ね、これからはもう日本十分、いい感じになってきてますから、日本は日本でやっていきましょうっていうことをね、提案するんですね。そして、剣道士が廃止されました。で、この、菅原道山の予言通りというかね、えー、もう、目論見み通りというか、党はその20年後に滅亡しました。 はい。だからね、やっぱり、菅原道真すごいなと。ね、そう先見の目があったわけですよね。はい。そうやって、菅原道真が宇田天皇を支えながら政治をやっていきます。さあ、そして、60代目の天皇、醍醐天皇が登場します。はい。この醍醐天皇はですね、天皇の中でも非常に人気のある人物でございます。なぜか。 ナンバー2を作らずに、自分の力で政治をやっていった天皇なんですね。今まではナンバー2の人たちがね、俺がいる、あれがいる、うわーって喧嘩して、ばあ戦争起きて、ばあ殺し合いが起きてって起きてましたけど、いやもうそういうのもうアホらしいわ、つってね。俺が全部決めるんじゃいつってね。俺は天皇だぞ、これは言うこときえっていうね、やった、まあ力強い天皇だったわけですね。なので、この後に出てくる天皇とかですね、うわ、大悟天皇は全部自分で決めてたんだ。すげえつってね、俺も大悟天皇みたいになりてーとかいうね、人たちが出てきます。はい。なので、ね、室町時代頃に、ね、出てくるあの、五大悟天皇、 という人がね。出てきますけども、もその人はこの d a っていう名前に後ろっていう字をつけてま後醍醐天皇って言うんですけど、まあ多分こうね。第5天皇に憧れてたんでしょうね。非常にね。なんで死ぬ時に。ああ、俺のことはこれから後醍醐って呼んでくれみたいなこと、ね、言ったわけですね。あの、第5天皇に俺憧れてっからよ。俺のことは後醍醐にしてくれっつってね。<laughs> 言ったっていう話です。はいまあ、それが人気のある、えー、天皇でございます。はい、この第5天皇何したかと言いますと、まずはですね有名なのはこれですね。古今和歌集をまあ作ったわけですね。古今和歌集。まあ、名前だけはね。聞いたことある人もね。多いと思いますけど、要は簡単に言うともう第5天皇が作った。 ののプレイリストみたいなもですね、はい、当時の今でもね、ありますよね。2020年ベストアニソンとかね、えー、ベスト方楽みたいな、ベスト4ロックとかね、そういうのありますけど、そんな感じですね。えー、このの時代の ベスト歌集ですね。ベストアルバムみたいなプレイリストを第5点は作ったんですね。で、これから、この後にもですね、新古今和歌集ができたりとか、天皇の人が一番こういい歌を集めて作りましたみたいなね、これからもやられるわけです。ございますけども、古今和歌集を作りましたよと。あともう一つですね、戸籍の崩壊を止めるぞっていうね、ことを結構頑張っていました。えー、もうこれはもう奈良時代の時点で結構もう崩壊してた、崩壊してましたよね。土地足りねえよ、みたいなね。で、税が重すぎていっぱい人逃げちゃってますよ。それでなんか三税一千をやるとか、え、こんで A 年時代をやるとか、いろいろ手を打った ですけどもやっぱりなかなかうまくいっていないと。なんかもう戸籍が全然意味なくなってるっていうことね、気づくわけですね。はい。それはですね、もう戸籍に名前さえ載せなければ税金取られないわけですね。税ら取られなくて。で、別に税金取られなくても自給自足できる。自分で米作って、自分で米取って、自分でね、あの、狩りして、自分で野菜取ってきて、食べれば生きていけるから、わざわざ戸籍に書,書いたらね、それだけで税金持ってかれちゃうから、もう戸籍に名前書かなくていいじゃんっていう話になってきちゃう。 んですよね。はい。それで気がついたら誰もいない街があったりするわけですね。戸籍上ゼロ人です。この街みたいな。ここ誰も住んでないみたいですねみたいな。でも実際行ってみると普通に人が生活してるんですよ。誰も戸籍に乗ってないみたいなね。ちょっと怖いですけどね。そういう街があったりとかですね。あとはハーレム村とかができちゃうんですね。女性の方が比較的税は軽かったみたいですね。男子の方が肉体労働とかもできるから、あの、いろいろ仕事やれみたいなね。城作るの手伝えとかね。あの、町作るの手伝えとかいろいろやられてたんで、ちょっと男子っていうことにしとくと、 あの、税が重いと。なので、女性ってことにしちゃえ、みたいなね。そしたら楽できるぞ、つって。あの、私女性です、みたいなね。男なんだけど。<laughs> あの、戸籍上、私女です、みたいな書いちゃってですね。嘘ついてですね。あ、この村はですね、えー、全部で、えー、500人いますけども、490人が女子でございます。10男子10人だけですっていうね。もともと女子校だったけど、今年から共学にしましたみたいなね。高校とかでよくあるじゃないですか。男子めっちゃちょっとしかいなくて女子ばっか、みたいな。そういうハーレム村ができちゃったりとかね。してね。えー、まあ、戸籍上はね、本当はそんなことないんですよ。本当は普通に男子も女子も普通いるんだけど、戸籍上女子の方が楽だからみんな女 ふりし,してるみたいな意味わかんない村ができたりとかしてですね、もう戸籍とかもう税とかがもう全然機能しなかったわけですよ。意味ないじゃんみたいな。それをなんとかしようってって、まあ、いろんな政策を考えました。 はい。まあ、それは、この後の、天皇にも引き継がれていくんですけどね。それをなんとかしたいといね、いろいろ頑張ってました。あ、はい、非常に頑張った天皇でございます。はい。そこでですね、大悟天皇は、まあ、ナンバー2はまあいなかったんだけど、まあ、全部人文一人でやってるわけじゃないからね。まあ、いろんな人を使ってですね、えー、バランスよく仕事をね、させてたわけですね。そこで、あの、前回、宇田天皇の時から言うね、菅原道垂にもいろいろ相談して、いろいろ仕事をお願いしたりもしてたし、えー、藤原氏の人間である、藤原時平っていう人にも、まあ、いろいろお願いしてて、まあ、いい感じのバランスでやってたんですよね。ナンバー2は置かないけど、まあい、 能力のある人間には仕事を与えるよってことをやってたんですね。はい。ただ、やっぱこうなると気に食わないのは藤原氏なんですよね。もう藤原氏ってさ、どんだけ欲深いのって思うんですよね。藤原氏ってずっと欲深い、権力欲がすごい一族なんですよ。ずっともう権力欲強くて、藤原氏はやっぱ面白くないわけですね。なんで俺が、なんで藤原氏の俺が、学者とかいうわけわかんない菅原道さんと同じレベルで仕事させられてるんですか納得いきませんね、って思うわけですね。うわー、なんか嫌な予感してきますね。この結果、えー、藤原の時平何をしたか。 悪口ですね。はい。もう藤原氏の得意の悪口を言うわけですね。いや、菅原道真、ね、ちょっとあいつやばいことやってますよとかね。天皇のことめっちゃ馬鹿にしましたよとかね。嘘をこう、バーって言ってですね。この菅原道真を追放させるんですね。はい。第五天皇もね、それ信じちゃってね。何つっ,ってね。菅原道真、ね、そんな奴だったのかってね、うん。ちょっともうそばにはいてほしくないですね。お前は打宰府に行けって。京都からですね、打宰府九州の方にですね、飛ばされてしまうんですね。打宰府に行けって,ってね。はい。そして、菅原道真ね、ちょっと待ってくれよって,ってね。俺は別に何もそんなことしてな、ね、い。これは藤原 陰謀だって、ね、俺は悪くないんだって、ね、言ってるんですけどもね、黙れって言ってね、もう天皇がもう行けって言ったら行けって言われて、こう連行されちゃうんですね。ふざけるなって言って、俺は何も悪いことはしていないって言ってね。で、えー、失意のうちに太宰府で、えー、亡くなってしまうんですよね。はい、かわいそうな話なんですけども、その後にですね、この道種はですね、納得いかなくてですね、たたりを起こしたらしいんですよね。えー、この菅原の道種が。何かなんかもうとにかく、何か知らんけど、人が死ぬとかね、地震が起きるとかね、えー、なんか全然作物が触ってない。これ絶対、菅原の道種のたたりやっていうことになるわけです。 ですね。そこで人たちはですね、いやもう、もうこれはちょっとあの、菅原道種を神様としてあがめてですね、どうか、たたりを起こさないでくださいという風に、ね、しようってことになってですね、えー、この太宰府の中で菅原道種は神になっちゃうんですね。恐ろしい神。本当は自分はんま悪くないのに、陰謀でね、追放されたからめっちゃ怒ってるから、その怒りをどうか沈めてください神様っていう風にみんなにあがめられるようになりました。そして、今でもね、 それは続いてまして、太宰府といえば学問の神様つって、今でも受験生とかがよく太宰府に行ってですね、こう、祈願するわけですよね。はい。で、最初は、最初はだからその怒りが。 ね、すごいから、怒りを沈めてくださいっていうふうにね、やってたわけですね。でもまあ、次第にその怒りが沈まったのかね、え、たまたままあ、そのタイミングで悪いことが起きてただけなのかもしれないけど、やがてそのたたりはなくなるわけですね。たたりなくなったねって、菅野光真さんすごい人だったから、これからはもうあの人学者だったし、天才って言われてたし、学問の神様ということで、今まで通り、まあ、お参りしてね、あの、ありがたいやっていうふうにやろうぜっていうふうになって、それが今でも続いているというわけですよね。だから面白いですよね。もしこの時に藤原氏の陰謀でね、菅野光真がダダダダに飛ばされてなかったら、今ね、学問の神様とかにな、 なかかったかもしれませんよねはい。これで、平安時代の前半のお話は終わりでございます。さあ、どうでしたでしょうかね。奈良時代のね、もうめちゃくちゃのわけわかんねえって、これに比べればだいぶまあマシになってきてるかなという感じではあるんですけど、しかしね、これからまた不安な要素はどんどん増えていってしまいます。それが、武士の時代なんですよ。平安時代で、 武士の時代がね、やってきてしまいます。はい。果たしてなぜ、こんなね、貴族とかね、藤原氏、天皇とかでやっていた、この日本が、なぜその武士の世の中に変わっていったのか、その、えー、スタートはこの平安時代にあります。それではまた次回お会いしましょう。さらばじゃ <music> 歴史好きに、だあなたは思い浮かべる大悟誰ですかって言ったら、ああ、それは大悟天皇ですいう。言いますよね。歴史好きはみんな。 言わないかわ <laughs> かんないですけどとにかくまあそれぐらい歴史の中で言えば大吾と言えばで大吾と言えば大吾天皇なんですよ歴史的にとってはねそれもう意味わかんないな意味わかんないんでカットしてもらっていいですよ